任天堂の株をサウジアラビア皇太子が約4100億円で爆買い。任天堂の第5位株主にサウジアラビアのサルマン王子率いる PIF というファンドが顔を出しました。5月11日に DNA が保有株の半分を売りましたが、サルマン王子はその7倍以上の株数を買いました。任天堂の株価は現在56,750円。2024年には USJ のスーパーマリオワールドが拡張し、ドンキーコングエリアが追加されます。世界の任天堂オイルマネーが味方となり、さらなる躍進が期待できます。トップガンの続編、著作権侵害で訴えられデインジャーゾーン。原作者の遺族が著作権終了の通知をしたのに、映画会社パラマウントは著作権の再獲得をしていなかったと主張、損害賠償を求めています。この手の訴訟はハリウッドでは日常茶飯事。トップガンは公開から約700億円の収入を記録、大ヒット中。親会社にあたるパラマウントグローバルの株価も絶好調です。そして配給を日本で手掛けるのは東宝の子会社。東宝の株価本日は5150円。著作権侵害の提訴も株価はいい形で押し目を作って反発。60歳を前にして衰えることのないトムの人気こそがデンジャー。デイトレードを始めてみたい、そう思ってる人はここをクリック。僕がしているトレード手法を動画で知ることができますよ。ローソンの 100% 子会社成城石井が2024年2月を目標に上場を目指すと発表されました。成城石井は独自の仕入れや製品開発で他と一線を画す高級スーパー。収益を伸ばした理由の一つとして、大都市の主要駅ビルや高所得者層が住む街に店舗展開をしたことが挙げられます。しかし今後の課題であるさらなる出店拡大には地方進出が迫られることでしょう。もし上場できればローソンの財務内容は大きく改善されます。果たして成城石井の上場は成功するんでしょうか。時代の流れに乗れるかが鍵かもしれませんね。ブラッド・ピット主演、 F1 を題材とした映画の権利をアップルが獲得。監督は映画トップガンマーヴェリックのジョセフ・コシンスキー。 F1 ワールドチャンピオンも制作総指揮に参加するそうで、豪華な顔ぶれとなっています。 Apple TV は今年コーダ愛の歌でストリーミングサービス初のアカデミー賞を受賞。その勢いでビッグヒットを狙いに来ましたね。ブラピの F1 映画はストリーミング配信される前に劇場公開される契約という話が聞こえておりますので、映画館で見れそうですよ。その Apple の株価、本日は147.96ドル。 IT エンターテインメントに果ては自動車と、アップル帝国の進撃はとどまることを知りません。